霊勢屋しぐれテ文庫、公益財団法人霊勢家しぐれテ文庫は、京都市上京区にある公益財団法人。藤原定家の子孫であり、稼働の家として知られる霊勢屋、上霊勢屋に伝わる古社本、建築、年中行事などの文化遺産を保存活用し、霊勢流稼働を継承することを目的として設立された。主たる事務所の所在地は、京都市上京区。 今出川通り、カラスマ東イルゲン部長。和歌の家、霊勢家は、藤原定家の孫、霊勢為助、為助、1263年、校朝3年から1328年、家略3年を初代とし、藤原道長の流れを組む公家の家系である。道長の六男、藤原長家を祖とする御子左家は、直線和歌集の先者であった、藤原春勢、 定家以来、和歌の家としての格式を持っていた。藤原定家の子で、やはり直線和歌集の先者であった、藤原ため家、1198年、元究九,九年から1275年、賢治元年の後、巫女左家の家系は、ため家の着男ため氏を外する二条家、ため氏の弟、異教を外する京国や、ため氏、異教の異母弟であるため助を外する霊勢家の三家に、 別れた。このうち二条家と京国家は中世に断絶し、春勢、帝家の血統を伝えるのは、霊税家のみとな。霊税家の初代であるためすけは、藤原ため家が六十歳を過ぎてから、五歳の阿仏二との間に設けた子である。ため家は、嫡男ため氏に与えるはずであった書領や、伝来の箇所などをためすけに相続させている。これは、 タメ家が幼いタメス家の行く末を案じたためであると言われている。こうして、三ッ左家書殿の転石類は、霊勢家に伝わることになった。なお、所領細川省の所有権に関しては、霊勢や、阿仏に、タメス家と二条家、タメ氏の間で、長らく総論があり、最終的にタメス家が勝訴したのは、昭和2年、1313 13年のことである。その後、 王衛二十三年、千四百十六年頃、ろ、三大ため院の三男持ちためが、分家独立し、冷泉家はため院の着男ため行きの系統の上冷泉屋と持ちための系統の下冷泉屋に分かれた、以下、文中の冷泉屋は、上冷泉屋を指す。冷泉屋、上冷泉屋の屋敷は、京都御苑の北、今出川通に南面し、東、北、 西の三方は、同志社大学の敷地に囲まれている、下、冷泉家の屋敷は、現、京都御苑内にあった。この一帯は、豊臣秀吉の都市計画により区家屋敷が集中していた地域であったが、現存するのは、冷泉家住宅のみである。冷泉家は、慶長11年、1606年にはこの地に屋敷を構えていたことが知られ、寛永5年、 1628年頃、冷泉家伝来の古書を収めていた土蔵、古文庫、古文庫は直風がされて武家天送と京都書次第の管理下に置かれ、冷泉家の当主といえども勝手に出入りすることできなくなってしまった。これは当時の茶の湯の流星に伴い和歌集などの古書を切断分割して茶会用の掛物に仕立てることが流行していたため、 貴重な天石類が散逸するのを未然に防ぐ意味があった。風が解かれたのはようやく教法六年1721年のことである。この間、上京二年1685年と同五年1688年頃、和歌に造形の深かった霊元天皇は霊勢家から数百点の古天石を宮中に運ばせ、区ゲらに命じて写しを作らせている。 これらの写本は、宮内庁所領部に現存している。天明8年、1788年の京都の大火により、冷税家の屋敷も消失したが、古文庫は火災を免れて現存する。現存する冷税家住宅、重要文化財は、完成2年、1790年に再建されたもので、ある。近代に入って1917年。 大正六年には、今出川通の拡幅工事に伴い家、駅家、引きや建物を解体せずに移動させることが行われ、敷地も縮小したが、各建物の配置などは、窮状をよく留めている。冷税家の古文庫は、屋敷内でも神聖な場所とされ、現在も、当主と着難以外は、立ち入ることが許されていない。そこに保存されてきた古文書、古社本類は、 一部研究者には、その存在が知られていたが、長らく非公開とされ、一般に、その存在が知られるようになったのは1980年、昭和55年からである。同年より、平安博物館、元京都文化博物館によって、冷静家所蔵本の整理、目録作成が始められ、徐々にその全体像が明らかにされてきた。冷静家所蔵本は、春勢。 定価の自筆帽や定価の自筆日記、赤月記をはじめ、日本文学や日本中世史の研究上、貴重な資料の宝庫である。また、冷泉家住宅は、近世以前の区下住宅の現存唯一の遺構として、貴重なものである。こうした、有形文化財に加え、歌会、気候殿、気光殿、七夕のような昔ながらの年中行事や、和歌の家と死の伝統を保持するため、 1981年、昭和56年に財団法人冷税家しぐれテ文庫が設立され、24代当主、冷泉め党が初代理事長となった。財団名のしぐれテは、定家が京都の佐賀に構えた三層の名である。住宅、古社本とも長らく一般公開はされてこなかったが、1994年、平成6年から2000年、 平成12年にかけて、平成の大修理が行われたことを受け、冷静区住宅のみ2001年、平成13年秋に、抽選の当選者に限って、初めて5日間公開された。2005年、平成17年以降は毎年秋に4日間に、限って、財団法人協と古文化保存協会主催の非公開文化財特配館の一環として、 冷静区住宅の一般公開が行われており、有料ではあるが予約、抽選などはなく、誰でも見学ができる。なお公開は、台所ドマり以外は、住宅街から室内を見学する形となり、室内に上がることはできない。室内には、絵画や工芸品などの展示が行われる。五文庫と大所蔵の内部の公開はされず、外観のみの見学となる。古本については、 原則として非公開であるが、外部の博物館、美術館等の特別展に出展されて公開される場合がある。古典籍、文書類は国宝に5件、重要文化財に48件が指定されている。2016年、平成28年現在。なお、上記の数字は指定の件数であり、多数の転籍類を一括して1件として指定しているもの多いので、 点数としては数百点に及ぶ。指定物件には藤原春勢、低下不死の自筆本をはじめとする和歌集や過論書の写本が多い。国宝の古今和歌集、古仙和歌集は低下筆で門外不出の基本とされていたものである。春勢筆の過論書、古来風からだ賞は著者自筆本としては世界的に見ても最古クラスのものである。 歌集類には、春税、定下以前の平安時代の写本もあり、美麗な装飾漁師に書かれた、貫き集村雲説、自民集蘇生集闘志本、色写本の二点ありなどが注目される。冷勢家蔵書の特色は、四家集特定歌人一人の歌集の数が多いことである。これは、和歌の家として、直線和歌集を編む場合などに備えて、 多くの歌人の歌集を所蔵している必要があったためで、ある。和歌関係以外にも、中世史の基本資料である、赤月記、藤原定家の日記など、多くの貴重な写本や文章を伝えている。なお、主要な転籍については、冷税やしぐれ定層書として、英印本が朝日新聞版から刊行されている。同層書は、全十四巻で、百九十二年、 平成4年に観光が始まり、2009年、平成21年に完結した。転居、2000年、平成12年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。